こんにちは、さんちょです。今日はこの前とうとうラードラのワンパンができたので、そのワンパンをねやったパーティーとちょっとやり方の方ちょっと見ていただこうかと思います。でパーティーが、ルナちゃん、ニャルちゃん、ネネカ様で、ママサレン、あとプッコロちゃん、テンプレみたいなパーティーなんですけど、ですね、ランクとかが、ニャルちゃんのランクが18で、フル強化、フル装備ですね。で、ルナちゃんがランク16のフル装備、フル強化。尖ってるなぁ。で、プッコロちゃんがランク14のフル装備、フル強化なんですよ。これ僕プッコロちゃん当てた当時、復帰した後だったのかな。プリコネ復帰した後でほとんど何にもわからない状態だったんですよ。でその時に当てたから、まあ何でしょう、適正ランクとか全然わからなくて、でフル装備フル強化にしちゃったんですよね。で、ああそうか、ネネカ様が、まあこれはランク14のフル装備フル強化、これはまあそんなに問題ないのかなと思いますけど、でママサレンがランク14のフル装備フル強化、これでやっていきます。ちなみに専用はこのまま分かんなくてちょっと上げちゃいました。多分大丈夫かなと思って上げたんですけど、でこのパーティーでやっていきます。でオート3倍で、ルナちゃんのファントムホール見てるときに3倍速を取ります。これでいいかな。で、ネネカ発動して、で、着弾までに必ずニャルちゃんも発動。これ絶対。ここしっくると、全然 TL 変わってきちゃうんで。で、この後はルナちゃん発動は着弾してからなんで、ここでオート切って、ふっころちゃん連打。ここ連打、本当に1分21秒の間に必ず発動。よし、で、1分20秒で、ママサレン溜まるんで、ここでも1分20秒の間に必ず発動。でここからは1分14秒にラードラ1つブレイクされるんで、ブレイクを見てからニャルちゃん発動です。ブレイク OK、 ちょっと遅かったかな。ここもね、コンも1秒違うとだいぶ変わってくるから。でこの後ソルコン入るんですけど、クリージコさえなければ大丈夫。 OK。 結構綱当たりなんだよな。で、ここ1分10秒でジェム入ったの見てからネネカ発動。で、こっからニャルちゃん連打。超連打ですね。ここも、溜まった後にすぐ、ソルコン発動するんで、この後またすぐ溜まるんで、オッケーオッケー。いい感じ、いい感じ、いい感じ。かなりいい感じだぞ。マジでいい感じだ。で、この後1分58秒の時に、ルナちゃんのエンコンをキャンセルするために、ユニバー発動するんで、58秒まで待ちます。59、58。で、続いて55秒の時に、ジェム入ったのを見てから、ユニバー発動します。これですね。ちょっと早かったかな。あ、早かったわ。まあいいかな、多分大丈夫だと思うけど。でここでニャルちゃん連打。確かもう一回入るんで、オッケーオッケー。あ、いい感じ、いい感じ、マジでいい感じだこれ。これいったね。よしよし、多分どっちでもいいと思うんだけど、サレンママとママサレンとプッコロちゃんは発動。45秒にエンコンキャンセルするためにルナちゃんのユニバー発動します。45で、42秒にネネが3発動ですね。多分いったな。でとりあえずニャルちゃん連打するけど、
あ、行ったね。オッケーオッケー。で、42秒になったら、オッケー。で、ここで、ニャルちゃん連打。これ、ニャルちゃん、あと一発でも入れば勝ちなんで。オッケー、勝ったね。オッケー、ワンキル。え、嘘、ちょ、まだ、もう、多分もう一回入るんで、ソルコン入るから。あ、オッケー、オッケー。オブレダメかと思った。あれ、前やった時は、もっと楽にいったんだけどな。で、ダメレボを見ましょう。ニャルちゃんが3229万。ねえねかさんが191万。ルナちゃんが73万。前はもうちょっとルナちゃん寄ってたと思うけど、まあいいや。まあ倒せたんで、こういうことです。あれなんだろう、やっぱクリティカルの差かな。前は40秒ぴったりで終わったんだよね。あのブレスっていうか方向みたいの来る前に倒せたから。まあいいや。とりあえずこんな感じです。はい、とまああんな感じですね。で、ちょっとやってみた感想としては、ルナちゃんのクリティカル、ソルコンのクリティカルですね、あれが入っちゃうと、まあキャラちゃん落ちます。星4のキャラちゃん落ちちゃいます。星5だと確か耐えるんですけど、そもそも星5だと1分14秒の、まあ、ラードラのブレイクの時に多分攻撃した後の硬直があるのかな。で、ユニオンバースト発動できないんで、そもそも間に合わなくなりますね。で、星3にしちゃうと、今度は、ブレイクがされないんですよね、1分14秒に。試してはな、あんまり試してないですけど、確か1分14秒に、星3にしちゃって1分14秒に、ブレイクができないので、もう星4に上げました。で、なんだかんだやっぱルナちゃんのクリティカル依存なのかな。とにかく結構クリティカルに依存します。今日こんなとこですね。一応ランク18のキャルちゃん、あとランク16フル装備のルナちゃんで、ランク14フル装備フル強化の、まあ、プッコロちゃんでもラドラアンパンできることが分かったので、まあ、それだけでも収穫かなと思ってます。じゃあ今日はこれで終わりにします。ありがとうございました。